皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。今日はですね、皆様に感謝をお伝えしたくてこちらの動画を撮らせていただいています。先日チャンネル登録者様が10万人突破しました。もう本当にありがとうございます。見てくださっているあなたがいて、私が YouTuber として活動ができています。もう本当にね、頭が上がらないです。はい、頭上げさせていただきます。で、所属している C チャンネルからもサプライズで送られてきました。メッセージも添えてくださっています。私一人の力だけではなく、こうね、 C チャンネルのスタッフの皆様が支えてくださって、見てくださっているあなたがいて、私一人おめでとうではなく、もうみんなおめでとうっていう感じで、本当にありがとうございます。まあ、2年半前に YouTube を始めて、この10万人という数字を目標に掲げたんですが、正直この10万人という数字は不可能、無謀な挑戦でもありました。というのもですね、特に私キャラないじゃないですか。さらに面白いことを一つも言えないし、なんせ一番の難点は口下手なんですよ。えって驚かれる方いるかもしれないし、やっぱりそうかって思う方もいるかもしれないんですが、実はもうみっちりとした台本を作り上げていて、それを喋っている。あとは言葉が出てこなかった時は、その言葉が出てこなかった部分をカットして、こうね、つなげているから、こうスラ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 っと喋っている風に見えていると思います。こうね、思っていることをすぐ言葉に出すのが苦手で、言葉がね、出てこないんですよ。さらに私はカメラの前に立つだけでも緊張しちゃうぐらいの、なんかすごい緊張シーンなんですよ。そのため YouTuber になるっていうのは、もう天と地がひっくり返るような、もう本当ありえないことだったんですが、私の理想とする女性像が人前で堂々と喋れること、そんな女性になりたいと思っていて、 YouTube を始めるにあたり、今のね、うまく喋れない自分を変えたい、人前に出ると緊張しいな自分の殻をぶち破りたい、そんな思いで自分への挑戦でもありました。今でも伝えるのは苦手だし、こうね、言葉が詰まってなかなかね、言葉が出てこないこともたくさんあるんですが、やっぱり苦手だからやめよう、諦めようと思わずに、逃げ出さずに、このチャンネルとともに自分もちょっとずつ成長できているんではないかなと思います。次の目標はやはりこの流れでは100万人ですね。100万人集まってくださるように頑張りたいと思います。そしてその頃にはね、もうお話が上手になっていると思っているので、まあその成長を温かく見守ってくだされば嬉しく思います。自分のことを話すのが苦手がゆえに、メイクのね、テクニックだけバーっとお伝えしていて、実際私が何者なのかとかね、改めて自己紹介とメイクとプライベートのこともお話しさせていただきますので、この機会に私を知ってくだされば嬉しく思います。はい、まあ、自己紹介動画はね、過去に2回ぐらい上げているんですが、まあ、その時まだね、チャンネル登録者様が少なかったので知らない方も多いと思いますので、改めて自己紹介させていただきます。私は32年前に神戸で生まれたんですが、小学校の途中で愛知県に引っ越してきました。それで関西弁がね、どうも通じなくて、標準語を喋るようになったんですが、そのね、生まれ育った言葉っていうのは頭に入っていて、さらにお家に帰れば両親は関西弁喋るから、頭の中では関西弁は喋ってて、だけど言葉で発する言葉は標準語にしないとダメだから、もうそういうね、変換の癖が今もついていて、思っている言葉をパッとね、話すことができないんですよ。さらに私はテレビを見る習慣があんまりなくて、そう、標準語のイントネーションが分かんないんです。そのため神戸と愛知県のイントネーションがごっちゃに混ざっているから、変なイントネーションです。だからよく海外の人ですかとか、イントネーションが変なのが気になるとかよく言われるんですが、おそらくそのせいだと思います。特に母
親がもうそのね悪ノリで、私のことをあんためっちゃブサイクやなとか、なんでできへんのみたいな、そういうね否定的な言葉をばっかり言われて育ってきて、ほとんど褒められたっていうのがないです。まあそんな環境で育ったので、自己肯定感が低い子に育ってしまいました。自己肯定感が低いとどうなるかっていうと、自分のことが大嫌いなんですよ。とにかく性格も顔も含めて、だからもう自分に自信もないから、人前で発言するっていうのができなくて、引っ込み思案な性格だったし、ズバ抜けて明るいっていうわけでもなかったです。音楽ではみんなね楽しく歌うと思うんですが、私は人前で歌うのが恥ずかしかったので、歌のテストでは自分一人だけリコーダーのテストにしてもらう、自他ともに認める激しく緊張する子でした。そんな内気な引っ込み思案な子だったんですが、小学6年生の時にコスメと出会って、まあ、ひっそりねコスメをつけて楽しんでいました。でもうすでに夢の一つにメイクさんっていうのを小学校の卒業アルバムに書いていました。で中学校に上がるともう本格的にメイクするようになって、自分が嫌いだったコンプレックスとかをメイクで隠せるようになりました。それまでは自分のことが大嫌いで大嫌いで仕方なかったんですが、メイクすることによって自分にね自信が生まれて、なんかね別人になれたんですよ。明るく積極的になれたのは、まあいろいろ友達との出会いもあったんだけど、やっぱりその大きな一つにメイクだったんですよ。そのおかげで中学校高校は楽しく過ごすことができました。それぐらいねメイクってね大きな力があるんですよね。それをもう自分の経験から大きく学びました。高校3年生の時に進路を選ぶ際に、何になりたいのかなと思った時に、一番に浮かんだのがメイクアップアーティストだったんですよ。過去の自分のようにメイクの力で自分に自信を持ってもらって、自分を好きになってほしい、多くの女性を笑顔にしたいと思ってメイクアップアーティストの道を選びました。専門学校の2年間はメイクだけではなく、エステやネイル、カラー、あとヘアも学んで、まあトータルビューティーの学校に行ったんですが、やはり2年間学んでもメイクだなと思って、美容院の中のメイクアップアーティストとして3年半勤めました。で23歳の時にメディアで活躍するメイクアップアーティストになりたいなと思って、 LA に短期留学をして、その当時の LA の最新のメイクを学んだり、特殊メイクを学んだりし、自分のスキルアップに行ってきました。で帰国後はそのメディアに強い事務所に入ろうと思ったんですが、メイクだけではなくヘアもできないと入れなかったので、ヘアとメイクができるようになりました。で今メイクアップアーティストって言ってるんですが、実はヘアメイクアーティストです。結婚出産があって、育休中は、まあ、単発でお仕事もらったりしてメイクの仕事を続けていました。でさらに育休中のブランクを開けたくなかったので、日本メイクアップ検定協会という JMA 認定講師の資格を取って、子供が大きくなって本格的に社会復帰できるように、メイク講師としても活動ができるようにその土台を作っておきました。20歳の時に家族が不慮の事故に遭ってしまって、身体障害者になってしまったんですよ。そんな事故があったから、もうメディアで活躍してお金を稼ぐみたいな感じになってた。だから20歳の時から28歳の時まで仕事を最優先にして動いていたんだけど、28歳の時に初めて立ち止まったんですよ。私は本当は何をしたいんだろう、何をやったら楽しいんだろう、何をしていきたいんだろうっていうのを考えたんですよ。30歳は自分らしくやりたいことをやっていきたいなと思った時に、その最初になぜメイクさんになろうかっていうのを呼び覚ました時に、そうだ、私自分に自信ない人を、多くの人をたくさん笑顔にしたいんだ、メイクの力で笑顔にしたいんだっていうのを思い覚ましたんですよ。それが本当にやりたいことだっていうのが固まって、それでマンツーマンのメイクレッスンとかを始めたんですが、本気で教えるってなるとやはり数人が限界なんですよ。
だけどこれじゃ多くの人を幸せにできないなと思って YouTube で動画を配信したら多くの人を幸せにできるじゃんって思っていたんですよ。でその時はふわふわっと思っていたんですが、ひょんな出会いで YouTube やってみないっていう声をかけていただいて、動画のハウトゥーを教えていただいて、高校生の時に多くの人をメイクの力で幸せにするっていう夢を今ようやく現実で叶えられています。だから動画では人様にお役に立てるように配信を行っています。ただやはりこの動画を出すと回転数が回るよとかね、正直あるんですが、まあそういうのを最初意識していたんですが、でもやっぱり違うなと思って、人に役に立つことだけにフォーカスを当てて動画にしたいと思っています。結果多くの人が集まらなくても目の前にいる人を幸せにできたらいいと思っているので、まあね、再生回数回らないと思っていても動画に出そうと思っています。私の生い立ちを話したらお分かりいただけたと思うんですが、私は人前に出るのは恥ずかしいし緊張しいだし、そんなネクラな人間なので、 YouTuber になって可愛いって褒められたいとか有名になりたいとかそういうのは全くなくって、なんならもう細々っと行きたいタイプなんですが、10代の時にメイクの力で笑顔になってほしいっていう夢を叶えるツールが YouTube だと思ったので、はい、YouTuber として活動させていただいています。YouTube を通して伝え続けれたらいいなと思っています。現在もヘアメイクアーティスト、そして美容学校のメイク講師として活動を行っています。それに加えてママ業もしないといけないので、ちょっとね両立がねこうできたりできなかったりで、動画の配信も多かったり少なかったり結構ねばらつきがあるんですが、今後も変わらずお付き合いいただければ嬉しく思います。では長くなってしまいましたが、以上最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタンとインスタ、ツイッターもやっています。そちらのフォローもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。